どうも、藤巻コーションのアキナンです。どうも、松田シマシノジュヤです。どうも、佐野コーション流星です。今からアユナイミュージアムに行ってきたと思います。とはいえ、僕しかチケットが取れなかったという。あ、辛い。グッズがすでに相当売り切れてると。これあるあるなんですよ。毎回もうしょうがない、毎日毎日補充されるんだけどすぐ売り切れるという戦場ですよ。ジェアちゃんはもうこのカムバに合わせてね、ブリーチもして、ブリーチしました。髪色も合わせてっからもう超オレンジだ。どうですか、可愛くてしょうがない。ぴょんぴょんぴょん。二人は何するんですか、その間。なんかブラブラしてます。ぴょんぴょんぴょん。涼んでよ、どっかね。涼んで、暑すぎるからね。じゃあ今から私行ってきたいと思います。それではエビバディゴー。アジト、アジト、どうなってる。二人ずっと待っててくれてたけどさ、最終的にさ、スタッフに追い出されちゃう。ちょ、なんかもうここは並ばないで。めっちゃいいの、とにかく INI のなんか仲の良さがつも伝わりきるというか、いわゆるさ、そのなんかブロマイドっぽい写真ばっかじゃなくて、ちゃんとこう書いてる姿とか、うん、ショットプランとか一個めっちゃね、見てほしいんだけど、ゴトゥー君のね、もうほぼピンボケな写真があるの。普通だったらもうそれってさ、絶対 NG くらいって掲載されないわけだよね。ゴトゥー君の普段感がめっちゃ出てて、そのピンボケゴトゥーを見てほしいわ。マジでおすすめ。そこ注目らしい。あとなんか背中だけのカットとかもあったりして、あー、それ燃える。そう、なんかカメラマンの癖を感じた、そのピンボケのゴトゥーとそこも含めて美術館って感じになってた。あとね、洋服が展示されてるの実際に来た。おー、それが会場によって違うの、誰のが展示されてるのかが。で、東京はあの藤巻先生の飾ってあって、で、そっから先がなんかメンバーの巨大アクスタみたいなのがあって、タマくんとジンくんとも撮ってきまして。おお、え、かわいい。え、かわいくない、このサノくん。なんか、ちょっとジンくん嫌がってない、こうやって。ちょっと嫌がってない。嫌がってるよ、確かに。これね、マジでちょっとね、かわいそうなのがね、高塚くんと田島くんだけね、壁際じゃないの。うわー、だからあーってことはそうだね。なんかオタクの人も映るし、後ろの背景がなんか真っ白じゃないから、なんかそれだけちょっとかわいそうだなと思った。私はもうひたすらあの藤巻くんの写真、すごい、何枚撮ってんの。めっちゃ撮ってるじゃん。立ち入り禁止っていうのがあって、これがちょっとやっぱいいよね。アイドルとオタクっていう、このお前それ以上入んじゃねえぞって、そういう意味か。出てていいなと思って。ではここからあのランダムグッズの方もありますので、グッズ開封に行きたいと思います。はい、当たるのかしら。アジト、アジト。誰も気にしてないよ、ジーヤの。してるよ、してる人がいっぱいいるんだ。すごい跡ついてるよ、メガネの。大丈夫そう、ここで。すごい、へこんでる、ね、大丈夫そう、それお風呂入ると治るの。約3万円分のグッズを買ってきました。結構買ったよ。クリアファイル、せーの、じゃん、こんな感じ。あ、かわいい、かわいい、いいね。え、これいい。ちゃんとさ、このペイントがさ、ジン君はタントカラーの赤で、そういうこと？ピンク、ピンクはちょっと青基調で、すごい、黄色、ピンク、ピンク、あ、ピンク、ピンク、ピンク、ガーズ、見て、バラが燃えてる、すごいバラちゃん、これなんかすごい、なんかたすごい上手じゃんジ、わかんない、テーマ上手、テーマ上手、ジン君何これ、何これ、何、何これタコの足、何わかんない。この手の隠れた部分にちゃんとデザインがあってなってんだ、そう、すごいジン君天才ですね。富士も気になるから見てます。藤巻です。義理のお父さん見てますか。これ義理のお父さんで、義理のお父さん見てますか。モバイルステッカー、おー、モバイルステッカーそれぞれになります。こんな感じ、どんな感じだろう。え、なんかこっちも首痛めてて、こっちも首痛めてるけど大丈夫かな。ちょっと何、働きすぎ、大丈夫そう。ちょっと休ませてあげて。え、同じポーズなんだよ多分。違う、ジンくん違う。待って、オナポちゃん、オナポ、オナポじゃん。ジンくん違うよ、全然。セクシージンちゃん、セクジン、セクジンです。ピョンピョンピョン。これ、これ何この番号。わかるっしょ、ジンヤちゃん。2002年、あー、誕生日ちゃん。びっくりした。19から見ないとわかんないよ。そうなの、1962なもんで。62ラインなんだ。62ライン、よろしくなんだけど。62ラインなんだよ。アジト、アジト。わしが一番欲しかったやつ、わしが一番欲しかったやつ、これ楽しいね、これね。ふぅ、これすごくない、これ公式グッズだよ、公式。超いい。あ、ちゃんと後ろに INI 入ってた。これでみんなで飲むのだ。なんか、ポタージュスープとか飲んだら美味しそう。ポタージュスープ、わし、いつかジン君と朝ポタージュスープのなんかモーニング。 JK、 YJK、 YJK、ヤング JK、ヤング JK、 JK はヤングだよ。アジト、アジト。え、これは何なの。あ、これはなんか、これはない、これなんか今日ミルクのお宅の方が来て3枚くれたんです。あ、ちゃんと A パターン、B パターン、そうなんかこれすごい、3300円。え、
これだけで8000円ぐらいするよ。これいやそんな高価なものいただけすんやさ。ジュイア君ちなみに佐野くんが好き。あ、佐野隼人。佐野隼人。あ、この子も佐野くんじゃん。自分もさ、あ、確かに、うん、みんな佐野くんが好きなんだ。あ、ジンくんが一番ね。え、ジュイア君って言ったら佐野くんに失礼。さあ、そうか、ごめんなさい。佐野くんのインスタライブ超面白いもんね。そう、佐野くんはもうほんとミュージック素敵な。アジト、アジト37カード電話がかかってきてるみたいな、あ、見た電話で話してるような感じのボイスが、あ、うん、おさっきのってこと、おさ脳がちょっと今混乱した。あれ、ジン君どっか行っちゃった。やめて。え、37カード多分買ってなくないじゃん。そうなの、買ってない。え、ちやちゃんが、うん、いらないって言ってた。いらないって言っちゃった、うん、いらないいらないって言ったの。そこれ絶対覚えてるわ。いや、よかったね。よかったね。これ藤巻くん売り切れてたので、うん、あ、そうなんだ。いい、あらー、ずっとなんか、小田井くんかっこいい。え、マジでかっこいい。佐野くんしか集めないつもりだったけど、さすがに欲しくなって、二押しだけどさ、絶対言ってるもんね、小田井くん。アジト、アジト、あ、これをなんか、そう、いただいたんですよ。ユンドン、ユンドン、ユンドンではないよね。え、ユンドンだって、ユンドン、ユンドン、ヨンドン、シリキドゥンドゥンみたいな感じの名前なんだけど、オルビットとかバグベルさんとかのなんかオタクの方からいただきました。これいただきました。アジト、アジト。はい、ということでここからランダムなんですけど、全部ここまで買えるって言われたらとりあえず全部ここずつ買ってきました。イエーイ。これ思ったけど磁石なの。なんか磁石だわこれ。冷蔵庫に貼れるやつだ。え、これ磁石じゃない。磁石じゃない。え、嘘。うん、全然。え、マジ、いつから磁石になったの。あ、本当だ。違う。違う。ねえ、勝手にしないで。せーの、パン。え、まだ来た。すごい。持ってるんだ。よかったね。プチが見てる。プチが見てる。プチが。プチニャン。プチニャン。サノニャン。プチニャン。サノニャン。プチニャン。サノニャン。何食べて、ね、最後には食ってるよ、プジが。他の何か食料を与えろ。せーの、あ、オタニャン。え、またえ、まさかね、やらないの、やらないの。せーの、ぴょん。え、タジ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 じゃん。よかった、よかった。いや、タジ好きなのじゃん。よかったじゃん。タジ好きなの。せーの、ぽん。ペンパン。ペンパン。あ、待って、磁石になってるわ。ほら、家の扉にも貼れるじゃん、マンションとかって。確かに、あの、ちょっとしかないから怒っちゃわない。大丈夫ね、重力結構すごいよ、地球上。大丈夫そう。やばい、ラスト1個だ。ラスト、もうこの時点で松田陣と藤巻と佐野は出てないという。あー、泣いても笑って。その中の誰か出ればね、バンバンザイですが。あ、バンバンザイって知ってる。何が。バンバンザイ、バンバンザイでしょ。ギシじゃない、ギシ。知らない、ギシって何。歯、薄く先生の歯。何？ゲシじゃない。ゲシが。なあ、ちゃんと説明してよ。せーの。あ、タジ。あ、またタジ？めっちゃ被ってんじゃん。めっちゃ被って。オダニャンが2個と、ペンファンが1個と、タジが2個。アジト、アジト。じゃあ生写真いこう。これはもう3枚入ってるからもう。推しが出やすくて出やすくてしょうがない。しょうがない。真ん中で。ああ。せーの。はい。あ、こっち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 。見た、見た、見た。タブかかってない、タブかかってない。あ、かわいい、かわいい、かわいい。いいね。せーの、ポン。あ、尾崎くん。おー、結構、あれ、コンプリートに近づいてんじゃないの。何を持ってきたコンプリートなの。わかんない、ほら、これ全部各メンバーさ、2種類ずつあってさ、佐野くんも出てないのに、なんでコンプリートに近づいたの今。せーの、ポン。ジンくん。あ、やったー。え、どこ見てんの。あさっての方向見てる。あさっての方向見てる。何やらのジンくん教えて。よかったじゃん。せーの、お、タジ、タジ多くね。タジすごい。せーの、尾崎くん。すごい、よくわかったね今。なんでわかったの。よくわかったね。ジンはラインかかったよ。あ、ゴトゥー。お、かぶってる。ゴトゥーかわいいな。ゴトゥーかわいいな。サナマキゼロじゃん。やばい。せーの、ぴょん。西くん、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 せーの、ぴょん。ペンポン、ペンポン。やばいね、これ。佐野巻が全然動かない。これやばいね。せーの、ぴょん。ペンポン、西くん、せーの、ぴょん。せーの、西くん、待って、やばい、やばい、これ倒してる、これ倒してる、これ。ちょっとお祓いしていくか、今。あ、お願いします。お願いします。わかりました。はい。アジト、アジト。せーの。
話しちゃいけない。ちょっと待って、ちょっと念がこもりすぎて自分の推しが足りました。せーの、マジでヤバいよ、マジでヤバいよ。せーの、マジ、確かに、これマジと同じ人しかないな。やばい、これ2枚目。え、でも絶対無理じゃん、絶対無理じゃん。誰しもが諦めたその瞬間、その瞬間、せーの、あ、そう、気落としたんですよ。石巻さんって INI のメンバーでしたよね。でしたよね。でしたよね。アジト、アジト。缶バッチにかけるね。缶バッチにかけよう。缶バッチは出るよ、さすがに。せーの。木村さやくんじゃない？あー、いい。初まさや、木村くん。初まさやくん。初まさや。おねまき。せーの。え？お、タチ？あれ？タチじゃないよ。木村まちゃん間違えちゃった。せーの。ポン。え？石巻じゃない？西君、西君が。ラスト2、どうぞ。せーの、あ、フェンファン、あ、フェンファン。ちょっと1個、あと1個、あと1個。もう無理だよ、お互いの推しどっちか出たとしてもって話なのね。そう、ラスト、せーの、あ、後藤じゃない？後藤くん、えぇ、ー、やばい。藤巻ゼロ巻きじゃん、かわいいね。やばいね。え、ゼロなんですけど。高塚くんとかも出てない、ね、高塚くん出てない。池崎くんも出てない。池崎くんも出てないね。串巻き、ゼロ巻きだった。やばいっすね。から元気ー。アジト、アジト。まだね、入場特典があるから。入場特典、あ、そうだ、そうだ。入場特典なんてサインが入ってるかもしれない。もう全部藤巻きにしよう。全部藤巻きでいいよ、もうこれだけいっぱいあってもしょうがねえだろ。藤巻きくんのサイン入りのやつもあるでしょ。サイン入り出たらもう挽回だよ。挽回だね。挽回、挽回だよ。挽回、義士、挽回、義士、義士、義士。よくわかん、そこが未だにわかんない。せーの、あ、フェンファン、あ、フェンファン、フェンファン、サウジでフェンファン。せーの、パン、あ、ゴトゥーくん、ゴトゥーくん多くない？ゴトゥー多い。これは後藤くんがね、あくら、もう僕が降りた方がいいよっていうことを言ってるのかもしんないよ。やばい、名前変えるようになるよ、あの犬の名前。お主の名前は藤巻きではない、ゴテ巻き、ゴテ巻き、ゴテ巻き、巻きついてるよ、ガン入ってるわけ。マジこれ最後からいくよ。せーの、え、え、誰、西くん来た、え、誰来た、ここに来ての池崎。なんで俺出てないよっていう、俺出てなかったよねっていう、この出てきたやったぞって感じの笑み。このアジト、アジト。そしてですね、このシールを作れる名前、ちゃんとオリジナルの名前のシールが作れて、ちょっと僕が作ってきたんですけど、これアクニャンだとコラボしてるみたいになるわけですよ。いいじゃん、オリジナリティ溢れてるね。世界に2行まで入るから、なんか別に付け足してもいいんだけど、で、みんななんか結構ふざけたりとかしてるの、名言書いたりとか、メンバーの。一回発見したら並び直さなきゃいけないシステムだから、ループすることだ。流星くんのために私は40分ぐらい並んで、あれ GA のためにまた20分ぐらい並んで、 GA20 分だったんですけど、閉店間際でもう何回もあって偉かったね。作ってきたらね、見てください、これ。ありがとう、ありがとうございます。どう、え、GA だ。何、ちょっと GA じゃん。ねえ、ちょっと、かわいい、かわいい、見たことにする一緒。え、かわいいね。はい、GA だ。え、見て、GA だけフォント変えたの。ねえ、ちょっと、GA だけちょっとフォントが歌舞伎みたいな字になってるよ。あくりゃん、藤巻くん出なくてどんまいと思ったら、ほんとか。それでは皆さんも明日お幸せに。動画もあって、見たかったね。なんかお越しの皆さんありがとうございますみたいなやつ。高塚くんが他の人が喋ってる時もずっとカンペ見てる。高塚くんが個人的に超おすすめで、藤巻くんもめっちゃカンペ見てる。あ、言えないでしたーみたいなじゃん。そのあとなんかカットかかるまでみんなってなってるとこまで見てほしい。長い長いよ。なんかちょっと繋げようとする、あ、言えないっていう。